グランローバ物語は、紫、同京子による日本のファンタジー漫画作品。第25回声運賞コミック部門受賞。月刊漫画雑誌、コミックトムに、1989年から1993年にかけて連載された。単行本は主要出版社より、全4巻。その後、角川書店から描き下ろし短編を加えた、決定版が、 同じく全4巻で発売された。また2007年9月には、法務社漫画文庫から文庫版が、全2巻で発売された。中世ヨーロッパ風のファンタジー世界を舞台に、人間の台頭と神秘の終焉を描く。指輪物語の影響が強く、作中にも指輪を思わせる描写が見受けられる。また、本作の背景世界は、作者の別作品、辺境警備や、 東カールシープホーオン村と共通しており、登場人物のクロスオーバーなどが盛り込まれている。詐欺師サイアムが出会った、放浪の賢者グラン・ローバは、およそ賢者という言葉のイメージからかけ離れた、風変わりな老人。彼に気に入られて、共に旅することになったサイアムは、数々の不思議な事件に出会うことになる。やがて彼が巻き込まれるのは、伝説の銀賞級をめぐる騒動。 それは、精霊たちによって100年も前から予言されていた、世界の変革にまつわる大きな災いの始まりであった。本作の舞台となる世界は、遥か昔に神と九人の首都により作られた。精霊や、聖なる獣たちはこの頃に作られたものである。しかし、首都のうち、闇が自分だけの想像を望んだために地に落ち、地の底で、冥王を生んだため、 それ以降に生み出された生き物は闇の影響を受け調和を拒む性質を帯びるようになった。人間もこのような性質を持っているとされる。生まれた当時の人間はとても弱い存在だったが、ある時リンフィアという若い精霊が一人の人間に力ある言葉を教えたため、人間は言葉を覚え強い影響力を持つようになった。現在ではその人間が台頭したため、 太古の力は世界から失われ、精霊や聖なる獣たちは住む場所を失い、西にある千年の門を通してこの世界から去りつつある。本編中で鍵となるのは銀昇級である。これは星の光が地の奥底で凝縮された結晶で、外見は銀の玉に見えるが、実は天地創造の力の名残を留めた強大な魔力を持つ。 これに触れた者はその力を得て願いを叶えられるが、あまりに力が大きいためその用途を誤って災いを呼ぶことが多い。そのため、銀賞級の管理には大賢者、グラン・ローバのような無垢の人物が当たらねばならないという。その力の大きさゆえに、銀賞級の出現はしばしば人間界の騒乱の元になり、また太古の獣たちの中でも、 銀賞級を得て力を取り戻すことを望んで騒ぎになる者たちがいる。塩出版社、希望コミックス、全4巻。南新房が想定を担当している。1990年11月5日、ISBN4 から267から9202、X1991 年12月10日、ISBN4 から267902224。26 1992年12月25日、ISBN4 から267902437。1993年12月1日、ISBN4 から267902607。門川書店、アスカコミックスデラックス、全4巻。本編に加え、各巻に本編のつなぎとなるエピソードを扱った書き下ろし短編を収録している。 1998年4月28日、ISBN4 から04から852,936から6,998年6月30日、ISBN4 から04から852,949から8,998年8月28日、 ISBN4 から04から85万2990から0百9 9 8年10月29日、ISBN4 から04から85万3017から8ホーム社、ホーム社漫画文庫、全2巻。角川書店版に収録された前編に加えて、一巻では1992年に発売されたイメージアルバムのブックレットに収録されていた絵物語、 偉大な名前と、塩出版社版の単行本発売時に、コミックトムーに掲載された、イラストエッセイを収録。2巻には、2002年に、角川書店の、シービーンズに掲載された、外伝、瓶詰めの心と、文庫版書き下ろしの後書き漫画を収録している。2007年9月19日 ISBN978 から4から834273953。 2007年9月19日 ISBN 978から4から834273960ありがとうございます。